バーミヤン、茨城ともべバーミヤンは、スカイラークグループ参加の事業主会社である、株式会社スカイラークレストランズが運営する、中華料理のファミリーレストランチェーン。店名の由来は、シルクロードにあり、東洋と西洋の架け橋として栄えたアフガニスタンのことバーミヤンからで、中華料理を通じて、人と人を結びつける場所でありたいという願いを込めて、命名された。 看板などに描かれる店舗のマークには桃を使用している。これは芝千の言葉、通り普賢果実整形にちなみ、桃やりは物を言わないが、花の美しさ実の美味しさで人が集まり下に道ができることから美味しい食事を楽しみに人々が集まる店にしたいという願いを込めている。桃は中国では古くから不老長寿の象徴として縁起の良い果実とされ、 中華料理の思想、異色道源も表している。S バーミアン、武蔵野店1986年4月、スカイラークはバーミアン1号店として東京都町田市大倉町に鶴川店をオープンさせた。翌1987年12月、スカイラークは全額出資し会社である株式会社バーミアンを設立し、 関東地方と関西地方を中心に店舗展開を行っていった。バーミアンは1997年7月に株式を店頭公開したが、1999年に親会社のスカイラークと合併して7月に上場廃止となった。合併以降はスカイラーク内のバーミアンカンパニーとして事業を進めている。2001年6月、ガストに対する エスガストにあたる位置づけの商品種に限定したメニューを低価格で提供する店舗エスバーミアムを展開した。その後、2007年にはチャーハンをメニューの主軸として押し出したチャーハンやエスバという業態名称に変更し、さらに麺とチャーハンを中心にした中華エスバに変更したが、結果的には2008年内にエスバは消滅した。2006年半ばより、 客席を減らして、高品質にこだわり、店舗の内装や接客係の制服を変えた、ネクストバーミアンが5店舗ほど出店されたが、売り上げや評判の影響により4ヶ月ほどで全店が通常のバーミアンに戻された。2007年11月より、NTT ドコモと提携した、プレミアムサービスで特定メニューの割引などを開始、2008年1月より、 メニュー改定とともに T ポイントサービスを導入した。2005年9月30日、青森県戸和田市にオープンしたイオン戸和田、ショッピングセンターにバーミアン戸和田店を出店。同社が運営するガストに続いて、全国47都道府県制覇を達成した。その結果、2006年12月末の店舗数は、バーミアンが721店、S バーミアンは24店となった。 その後、スカイラークグループの事業改革の一環として、不採算店舗をガストなどに転換もしくは閉店する計画が打ち出され、その手始めとして最も採算が取れなかった北海道の10店舗すべてを2008年7月に一斉閉鎖して北海道から撤退。これを皮切りに2009年には九州からさらに東北からも撤退した。その後、東北では 秋田県秋田市へ2018年に、北海道と九州では、帯広市と福岡県太宰府市へ2020年4月に、それぞれ再進出している。現在は大半の店舗が関東、中部、関西に集中しており、2018年9月時点での店舗数は330店となっている。スカイラークの純粋持ち株会社化に伴い、2016年1月1日を、 もって、スカイラークが行ってきたレストラン事業全般が、九州分割の方式により、子会社の株式会社スカイラークレストランズに承継された。ありがとうございます。